通訳者、翻訳者がなくならないわけ。年収は約1000万円で、まあ、それでもやっぱ全然違う役が。テッドとか大阪直美さんにお笑い芸人の方がね、インタビューする形で、できることっていうのは訳さないことである。で始まりました、まつチャンネル。さあ今回は通訳者、翻訳者がなくならないわけというのでですね、お笑い芸人のですねチャドさんがですね、通訳者として今活躍しているということで、ちょっとねその辺の記事を読んでいきたいんですけど、まあそこでなぜ通訳者が必要なのか、なぜ翻訳者が必要なのかっていうのを話していきたいと思いますね。まあ、まさにこのチャドさんなんていうのは、その通訳者翻訳者がなくならない理由の一つをこう体現している人であるので、記事を見ていきたいと思います。チャド・マレーン、現在は翻訳家としても活躍。年収は約1000万円で、だいたい10分翻訳すると2万円ということですね。お笑い芸人のチャドさんがフジテレビのポップアップに VTR 出演して、翻訳家として多数の作品に携わっていることを明かした。どうなんでしょう、知ってますかね皆さんはね。やっぱ僕としてはお笑い芸人、漫才師として外国人でやってるっていうので、すごい印象に残ってるわけですね。まあパックンマックンが走りで、その後に出てきたのがジパング上陸作戦っていうイメージですかね。まあまだいるとは思うんですけど、まああのねニックだったりとか、僕のチャンネルにも出てもらってますけど、まあ、厚切りジェイソンがいたり、マイクノワラがいたりですね、いろいろ今は英語圏のねお笑い芸人いるんですけども、チャドは1999年に加藤隆弘とお笑いコンビジパング上陸作戦を結成。2000年代に細かすぎて伝わらないモノマネや滑らない話で人気を集めた。ああ、そうだったっけね。まあ確かにダウンタウンの松本さんがね映画やってて、映画祭に行くときに通訳やってましたよね、チャドがね。でチャドといえば一番印象に残ってるのが、あの金八先生に出てた忽那汐里さんでしたっけ、生徒役で、オーストラリアの日本人3世なんだよね確かね。そう、金八先生出た時もこう音読するシーン出てきたんですよ、英語の教科書。それで読んでみんながわーってなるシーンがあるんですね。でそこでネットの人たちが、おいすげーイギリス英語だってね言ってたんですけど、イギリス英語じゃなかったんですけどね、オーストラリア英語だったんですけど、まあその忽那さんとチャドがバラエティ番組で共演して、で英語を喋るっていうシーンがあって、忽那さんがシドニーだったかな、うん、東海岸で、チャドがパースかな、西海岸ですね。でお互いが英語で喋り合うんですね。で喋った後にすっごいなまってるっていうわけですね。ではお互いにめちゃめちゃなまってるっていう風に言うっていうのがめちゃめちゃ面白かったですね。東海岸なまりだ、西海岸なまりだっていうのでね、面白かったですね。印象に残ってます今でも。そして現在は日本の作品に英語の字幕をつける翻訳家としても活躍を、映画の字幕やってるんですね、映像翻訳。これまで飛んで埼玉やモグラの歌、ドリューと書いてモグラと読むなど大ヒットした映画だけでなく、お笑い作品の英語翻訳も手掛けているという。そうですね、やっぱお笑いはね分かんないからね、そのまま訳しちゃ無理なんですよ。アメリカのコメディが日本に来ない理由もそうですよね。だって分かってもらえないからですね、面白さが。だからハングオーバーとか、まあテッドとかね、あれはだいぶ変えてるよね役。まあハングオーバー、テッドは喋りだけじゃなくて、まあ動きだったりとか状況で分かるものが結構多いので、まあ来てるのかなっていうのもあるかもしれないですけど、まあそれでもやっぱ全然違う役が。テッドとか分かんないですよ普通に考えてね。これもうチャンネルで何回か言ってると思いますけど、テッドは語らないでください皆さんっていうね。あれは本当にアメリカのものが分かんないと、文化が分かんないと無理なんですよ。だから当然役も変えるしかないです。もう全然違うお笑いに変えるしかないんで、こういうことができる人っていうのが大切なんですよ。その字幕でも笑わせられないといけないわけですから、そのまま訳しちゃダメなんですよ。翻訳を始めたきっかけについては、伊藤一次さんの映画が海外の映画祭に出るときに、配給会社が英語の字幕をつけてくれたんですけど、その字幕が面白いかどうかの判断ができないから、チャドちょっと見てくれへんと呼ばれて、字幕を見たら面白くなかったんですと解雇。続けて、じゃあ直してくれるって、チャドが適当にいじってやって、それが海外の映画祭で実際に上映された時にめちゃくちゃ受けたらしいんです。その作品はギャグ漫画ベースで死ぬほど伝わらないボケがあって、翻訳を変えて面白くなったんですと思い返した。そう、これがね大事なんですよ。通訳者とか翻訳者がまだ必要な理由のうちの一つですね。 AI で訳すのは人に勝つことができます、今の状況でもね。もうでも訳したところで伝わらないものって
って山ほどあるわけですよ。そこで出てくるのが通訳者だったり翻訳者だったりするわけですね。だから文字通りに訳すのはもうコンピューターには勝てない。でも文字通りじゃなくて相手に伝えるために訳せるのがまだ人間なんですよね。だからここはすごいニッチというか強いですよね。チャドさん笑い芸人ですから。もちろんやりたい、映像翻訳やりたいですっていう人は増えてるしたくさんいるんですけど、やっぱ実際にお笑いをね経験してる人ですからね、強いよね。そしてお笑い芸人による翻訳が評判となり、ドラマやアニメ、バラエティなど多くの作品で仕事が殺到。現在は多分自力で普通にやって年収1000万円なんじゃないかなと。年収が1000万円ほどあることも明かした。うん、すごいですよ翻訳で。チャドは映画の単価は基本的に10分単位で決まっています。だいたい10本翻訳すると2万円なんですと詳細は説明。へー、今後は翻訳家として活躍しながらも本業の漫才師として再ブレイクすることが目標だという。おー、なるほど。いや、頑張ってほしいですね。まあもっとね、有名な翻訳家さんはもっともらってるとは思いますけど、英語に訳す側だもんね。だからあんま見ることないか、日本のやつで英語に訳したやつ。まあ一応ネットフリックスとかでね見ると英語字幕つけて見てるので、日本のものでもこういう人たちが訳してますみたいなの出たりするんですけど。なるほどね。いや、まだまだやっぱり人間がやる余地があるってことですよ。まあ、こんな感じでね、やっぱり通訳者って必要なんですよ。だからそのまま訳したら喧嘩になっちゃうなんてことはもう山ほどあるわけですよ。外交を考えてみてくださいよ。相手の悪口言っちゃったりして、それをそのまま訳しちゃったらとんでもない問題になっちゃうじゃないですか。破綻が起こっちゃったりする可能性あるわけですから、やっぱり通訳者必要になりますね。まあこれは前にもね、あげたことあるんですけど、あるスポーツ番組でね、大坂なおみさんにお笑い芸人の方がねインタビューする形で、結構まあボケるんですね。でそのボケがかなり失礼なものだったりしてて、やばいぞこれ、どうやって通訳者訳すんだろうってテレビで見てたら、やっぱり全然違う風に訳した。だからそのボケなんだけどそのままに伝わっちゃったら悪口になる、かなりやばいぞって自分も見てて思って、そしたら、あ、さすが通訳者、そのボケ全く訳さずに全然違うことを言った。だからまあ会話にはなってないんですけど、そこはね、大坂なおみさんの会社全然違うんで、当然全然違う役だったんでなんですけど、あ、そこはすごくうまくやってるなと思いましたね。それを見てね、おい違うこと言ってんじゃないかとか、訳せてないじゃないかと思う人いるかもしんないんですけど、いやいやいや、それが通訳者の仕事なんですよ、うん、そう。だから自分がね通訳学校通って、通訳学校大変だったな、本当にもう宿題だらけでさ、もうすごい辛い思いしたんですけど、だからその時にもやっぱ通訳の先生が言ったのはすごい説得力があったと。あと数年すればもう機械にとって変わられる。でも機械は相手への思いやりというものはないから、だからこの仕事がなくなることはないと。我々通訳者がしなければいけないこと、できることっていうのは訳さないことである。そう、そのまま訳すのではなく、ちゃんと相手の気持ちを汲み取ってそれに合わせることができるんだ。だからこの仕事はなくならないと。まあ当然数は減ると思いますね。そんなのいらない翻訳通訳なんていっぱいありますからね。そのまま訳してくれりゃいいとかね、メールそのまま出してくれりゃいいとかっていうのはあるんだけど、相手のことを考えて訳せるっていうのはすごく大事。これめちゃめちゃ大事なんですよ。自分自身経験してるんで、 YouTube のね、まあ企業案件やるときに海外の人たちもやるんですよ。で英語圏の人と直接やらせてくれるんだったら全然問題ないわけですね。自分が英語で書いて向こうも英語で書いて、それでやり取りすればいいんですけど、間にですね結構別のアジアの会社が入ってることがあるんですよ。中国の会社とか入ってたりするんですね。そこでそのままやらせてくれればいいのに、間に向こうは入らないと、ほらお金入ってこないですから、だから間にどうしても入りたい。でだから英語で直接やりますよって言っても、いや日本語で私とやり取りしてくださいみたいなとこがあったんですけど、やっぱりねコミュニケーションブレイクダウンが起こっちゃうんですよ。このアメリカの会社と僕の間でかなり翻訳を考えてないんだろうね。本当は、まあ、その間に入っている仲介業者へ向けたメッセージ、まあ、ちょっと文句が入っているようなメッセージなんだけど、その文句をそのまま伝えちゃってるんですよ、アメリカの側に。間を考えないでただただ訳して、わかんない、もしかしたら機械翻訳かもしれないけど、でそれでアメリカの側に伝えちゃうから、アメリカのその会社側もムッとしちゃうみたいなね。やっぱり間に入る通訳翻訳の人っていうのが空気を読まないと大変なことになるっていうのはね経験してるんです。だからこういった仕事っていうのはまだまだなくならないわけですね。このニュースどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 そうだからまだ通訳者翻訳者はなくならないんです。